宮崎ケーブルテレビ。宮崎ケーブルテレビ株式会社。宮崎ケーブルテレビは、宮崎県宮崎市と、西都市、軍部の東諸方郡、小湯郡の一部など、約15万世帯を放送エリアとした第三セクターの、ケーブルテレビ局である。略称は、MCN、マルチチャンネルネットワークとは一切関係ない。2008年、平成20年現在で、 対象エリアの65%となる約9万6000世帯、インターネットサービスは約2万3000世帯が接続し、2009年、平成21年4月末時点では5万4829世帯がケーブルテレビサービスを利用している。宮崎ケーブルテレビは大手小中メーカー運会主像の新規、事業部門として1989年、 平成元年に設立された。当時は、運海主い副社長の中島茂人が社長を務め、事業展開について、郵政省九州電気通信管理局、現総務省九州総合通信局と調整を進めていた。電官は、事業免許を渡す条件として、資本金を15億円集めることを提示。中島社長、当時は、資本金集めに奔走したが、 地元経済力の弱い宮崎県内では思うように集まらなかった。ところが1995年、平成7年頃、ケーブルテレビにおける県外資本の参入規制が緩和され、松下電気産業、現、パナソニックと三井物産が出資することが決定。資本金、総額12億5000万円まで集まり、電管もその努力を認め、 提示条件の金額には足らないものの、優先テレビジョン放送の予備免許を付与した。ここに至るまで約7年の歳月が経っていた。こうして宮崎ケーブルテレビは予備免許付与の時点より会社として本格的に主導することとなる。ようやく民放2局の閉塞した電波環境が変わるということで地元では大ニュースとなった一方、同時に 株主間の調整と経営人の人選という問題も発生していた。宮崎ケーブルテレビは、運ん主い酒造の子会社として設立されたものの、この段階では、地元放送局、宮崎日日新聞社、宮崎交通などの県内有力企業、松下電気産業などの県外企業、さらに、宮崎県、宮崎市という地方自治体も出資を決定しており、 もはや、雲海酒造一企業の問題ではなくなっていた。様々な調整の結果、経営陣として、宮崎県企業局長を務め、当時宮崎県社会福祉事業団理事長だった、鬼塚武氏の社長就任が決定。中島茂とは代表権を持つ副社長に就任することが決まった。また、宮崎日日新聞社からは副社長が、松下電気産業からは、専務取締役。 宮崎市より常務取締役が派遣され、常勤監査役は宮崎銀行から派遣された。1996年、平成8年4月、宮崎ケーブルテレビは新入社員を採用。総勢約20名の事業体となり、同年7月に試験放送を開始し、同年9月に開局した。宮崎ケーブルテレビの特徴として、鹿児島派、 鹿児島読売テレビ、鹿児島放送の導入、区域外再放送があった。宮崎県には TBS フルネット局である宮崎放送、MRT と富士テレビ、日本テレビ、テレビ朝日のクロスネット局であるテレビ宮崎、んクしかなく、日本テレビとテレビ朝日のほとんどの番組をリアルタイムで見ることができなかった。そこで、なんとか、 疑似的に四極体制にしようと宮崎県と鹿児島県の県境にほど近い三股町にアンテナを設置してそこから専用回線で宮崎市内へ映像音声を送るという方法を採用して実現させた。それまで見られなかった日本テレビ系とテレビ朝日系の番組が見られるということは宮崎ケーブルテレビにとって最高の宣伝文句だった。 ところが新たな問題もあった。それは、専用回線で持ってきている映像の画質だった。県境に構えたアンテナとはいえ生きがいであるため、どうしてもクリアな画像を得ることはできなかったのである。この対策として、翌1997年、平成9年により鹿児島派を止め、福岡派に切り替えた。福岡放送、FBS は1997年、平成9年10月から、 九州朝日放送、KBC は1998年、平成10年2月から再送信を死した。2局は、福岡県内の受信店で受信し、光ファイバーで送られていた。宮崎ケーブルテレビが福岡派を再送信していた、名残として、宮崎市内で購読できる、全国紙のうち、読売新聞と毎日新聞で、現在も FBS と KBC の番組表を、 掲載している。地上波のデジタル化に伴う区域外再放送の開廃問題については、地元民放局及び民放連との間で長期にわたる折衝が行われて、きたが2008年、平成20年になって、福岡ではなく林県の電波であれば、地理的、経済的、文化的一体性も主張できるとの妥協案がまとまり、受け皿となる鹿児島側の同意も得られた。 これにより、同年8月5日早朝をもって福岡派、アナログのみを停止し、同時に、鹿児島読売テレビ、カイト、鹿児島放送、KKB のデジタル、データ放送、イプグアリナミ、アナログ派による再送信体制へと再度変更された。日本ケーブルテレビ連盟の公式サイトに掲載されている地上デジタル放送の再送信状況では、 伝送方式を地上デジタル放送に対応したテレビのみで視聴できる同一周波数パススルー方式見としているが実際に鹿児島民放のデジタル派を視聴するにはセットトップボックスを返す必要がある。2000年平成12年7月にはインターネットサービスを2005年平成17年にはデジタルサービス現在の SD ベーシックを開始した。 アナログサービスの販売も続けられていたが、2007年、平成19年8月に終了し、2011年、平成23年6月末に、宮崎県の地上波放送局を除いて、配信を終了した。2008年、平成20年8月には、KDDI との提携による、ケーブルプラス電話、IP 電話を開始した。宮崎ケーブルテレビは、 自主制作番組を放送するチャンネル、宮崎一、い e チャンネルを持っている。これは、地上波放送局がやりたくてもできない番組もしくは、制作することができない組などを、ケーブルテレビ特有の機動力を使って、地域活性化の番組を作っていこうとするものである。また、2015年5月より、自社制作の第二チャンネルとして、宮崎十二チャンネルの放送を開け始まる。 それに先駆け、同年3月より、試験放送を行っている。2013年4月より、YouTube 上において、宮崎県内の放送局としては初めて YouTube、公式チャンネルを開設。平日の生放送番組、テゲテレの各コーナーを個別に切り出して配信しており、また最近では、ジャンク、TV などの単発番組も配信している。 2012年4月まで全ての番組は SD 制作だったが、2012年5月よりコミュニティチャンネル HD 化に伴って、全ての番組がハイビジョン制作になった。2015年5月現在宮崎11チャンネル、宮崎12チャンネル両方で放送している番組、宮崎11チャンネル限定番組宮崎12チャンネル限定番組、テゲテレ一部のコーナーのみ、 ジャンク TV 音楽のコーナーのくについては MGN 公式 YouTube チャンネルにて配信されている。判例地上波放送局の区域外再放送実施時期は以下の通り、過去実施されていたアナログサービスに関しては1から12までが VHF13 以降が CATV のチャンネル。NUC は VHFQCH に変換されている。また、 C13 から63のうち、放送大学以外の映像にはスクランブルがかけられている、本来無料放送の鹿児島民放も同様。デジタルサービスの CATV は日本デジタル配信を使用している。2011年、平成23年6月まで送信されていた C 例、XX 台の地上波放送局はアナログ放送をデジタル変換したものであり、 アナログ放送と同様の内容であった。地上デジタル放送においても、本来無料である、鹿児島読売テレビ、D04 よび鹿児島放送、D05 は QAM 方式にトランスモジュレーションされており、スクランブルはかかっていないもののセットトップボックスを返さないと視聴できない。もともと地上波にて送信されている周波数は、 NHKFM が 86.2MHz で FM 宮崎が 83.2MHz。FM 宮崎は開局から1999年4月14日までは 77.0MHz で再送信されていた。宮崎市を対象とする宮崎サンシャイン FM コミュニティ FM76.1MHz は再送信されていない。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。